世田谷区の保坂区長に新年度予算案についてお伺いします。まず世田谷区の新年度予算案について伊藤さんお願いします。世田谷区の新年度予算案は一般会計で今年度より136億円多い3336億円過去最大規模となりました。で、予算のテーマについてはこちらです。地域社会から福祉を向上させる予算となっています。ではその予算の重点政策見ていきましょう。こちらです。まず1つ目、介護従事者への支援として認知症高齢者グループホームなどへの家賃補助の拡充を行います。続いて2つ目です。引きこもりへの支援、生活困窮者自立相談支援センターと39歳までの若者の相談窓口を一本化しまして年齢を問わない相談窓口を新設します。続いて3つ目です。中学生への支援です。不登校の生徒を対象に教員を配置し少人数指導を行います不登校特例校の新設、さらには4つ目、医療的ケア児が利用するデイサービスを午後6時以降も受け入れる事業者へ財政支援を行います。区長、3つ目4つ目についてお話を伺っていきたいんですが、この3つ目不登校特例校を4月に開設されるということなんですが、そもそもその世田谷区は不登校の児童生徒は多いのでしょうか。はい、区立小中学校で5万人、その中で約1000人に近いですね、不登校のお子さんたちがいます。教育を受ける権利があるわけですから、不登校の子たちに即したですね、一般の学校とは少しカリキュラムも違うですね、学びやすい環境の特例校、これをいよいよこの4月から開設すると、これ力入れていきたいと思ってます。その中でもその中学生というところは何かこう狙いだったり思いというのがあるんでしょうか。もちろん小学生もいるわけですが、まずスペースの関係でですね、中学生からスタートをして、ゆくゆくはその小学校の児童に対してもこう広げていきたいというふうにも思っています。またホットスクールというですね、そういったその子どもの居場所として、しっかり受け止めていくような場所も区内3カ所で広げているんで、不登校の子たちがそれぞれ自分に合う形で学んだり育ったりできるような環境づくりを目指しています。はい、続いて医療的ケア児への支援なんですが、この午後6時以降の時間帯にも受け入れを行う施設に補助金を出すということなんですが、この狙いというのはどういうところですか。そうですね、世田谷区には大変ですね、ご家庭で医療的なケアをご両親などから受けながら過ごしている子たちが多いんですね。で、保育園を専門に作ったり、増やしてきました。また学校でもですね、看護師さんのが寄り添ったり、この取り組みをしてきましたが、働いているお母さんお父さんたちがもう少しですね、遅くまで預かってほしい、こういう声がありましたので、この放課後このデイケアの方を広げました。子どもや高齢者、そしてそれを支える人に寄り添った政策が多いと感じたんですが、今回この福祉を打ち出したのはなぜなんでしょうか。はい、自治体の役割はやはり福祉の向上ですから、もう本当に、一人では乗り越えられない、家族だけでは難しいという時に自治体の真価が問われるというふうに思っています。ですから介護関係の人手不足もですね、住まい支援もこう広げて、たくさんの人にですね、介護の職場でも働いてほしいというふうに思っています。